デボン・アンソニー・トラビスは、アメリカ合衆国フロリダ州、パームビーチ郡、ウェストパームビーチ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のトロントブルージェイズ所属。愛称は、ザ・ベイビー。2012年の MLB ドラフト13巡目で、デトロイト・タイガースから指名され、プロ入り。契約後、参カの A-9 コネチカット・タイガースで、プロデビューし、 25試合に出場して打率283本塁打、11打点3盗塁を記録した。2013年は A 級ウェストミシガンホワイトキャップスで77試合 A 級レイクランドフライングタイガースで55試合に出場した。2014年は A 級エリーシーウルブズでプレーし100試合に出場して打率298 10本類打、52打点、16盗塁を記録した。2014年11月12日にアンソニー・ゴーストのトレードでトロントブルージェイズへ移籍した。2015年は当初40人枠にも入っていなかったが、開幕25人枠に選ばれ、4月6日にメジャー契約を結んだ。同日のニューヨーク・ヤンキースとの開幕戦では9番、二類種として、 先発起用され、7回表にメジャー初安打を本塁打で記録した。ほどなく2塁のレギュラーに定着し、4月は打率、325、6本塁打、19打点の成績を残して、アメリカンリーグのルーキー・オブ・ザ・マンスに選出された。5月の試合中に肩を痛めると、しばらくの間は、試合に出場し続けていたが、結局15日間の故障者リスト入りした。 その後、一度は戦列に復帰したものの肩の状態は思わしくなく、7月31日に再度、故障者リスト入りした。この肩の故障による離脱の影響で62試合の出場に止まり、打率304、8本塁打、35打点、3盗塁という成績を残したものの、年間通じてプレーすることができなかった。2016年、 前年の肩の故障があったためで遅れたが、復帰後は二塁のレギュラーに定着。レギュラーシーズンでは101試合に出場して打率。311本塁打、50打点、4盗塁を記録した。2019年は3月に左膝の手術を受けたため、全休した。オフの11月4日に、マイナー契約で参加のトリプル A 級、バッファロー・バイソンズへ配属された。 ありがとうございます。